トールチューブ。こんにちは、トールです。で今回は、前回、昨日かなお話してた消費税とか輸出還付金の話にまたなるんですけど、まあ、自分なりにちょっと、ね、輸出還付金って何で出るかの話はね、改めて調べてみたんですけど、要はもうその消費税の税率の話になる、決まり事の話になるんですけど、消費税っていうのは国内での取引に対して発生するので、海外に物を売っても発生しない。で、それなんで簡単に発生するかっていうと、国内で仕入れた物を使って、何か、冷蔵庫で、テレビとか、家電とか、それから電車とか、車内とか、関係性して、それを海外に売りましたかっていうときに、海外に行くときにその値段を、二段にその消費税も見せられないから還付されてるのかというような説明だったので、まあそもそもおかしいですね。消費税の支払い金でしょ、この買う側ではないっていう法律上はそうなるんですけど、でも実際は価格に乗せないと利益が出ないので、結局は押し付けたら得ないんですよね。消費税って物を売る側に、物を売る側が物を買う側に付けざるを得ない。そうじゃないと利益じゃないです。例えば90円で仕入れた利子分を100円で売りました。で10円の利益が出ました。消費税っていうのは、だから何が問題かっていうと、消費税っていうのは売上に対して課せられる、よくの赤字でも払わなきゃいけないって話が問題になってるんですが、なぜそうなるかというと、さっきの例で言うと、もう10円の利益が出たのか、じゃあ1円を納めろやっていうのじゃないのか、もう100円で売ったのか、じゃあ10円クリアっていうのが、そうしてるルールなんで、こうなると、10円の儲けが出てるのさっきの例だと、10円調子でも出かけたから、出ろって。だから、うまく乗せてられない。最低でも110円で売らないと、で、利益20円で売らないと、儲けが出ない。まあ、もちろん110円で売った時点で、もう110円で売ってるのじゃあ11円で出せるっていう話になっちゃうんで、さあ、きれいには取れないんですよ。元取れないんですよ。最低でも20円で儲かるわけだから、利益が出るわけ。そこから11円とか、今の10円は取れない。ゼロにはその、だからそうやって、法律上でかだけで考えたら、仕入れた時の納税義務者はあくまでも自分たち輸出企業に売った側だから、別に輸出企業も本来関係ないんだけども、仕入れ先も利益がないとやっていけないから、肩代わりするっていう形になったので、それをだからさらに、最終物を冷蔵庫の洗濯機で買う人に載せないと、接する企業も弱なっちゃうから、でもできない、相手が海外だとできないので、担保するっていうのがおかしいんですけど、でもやっぱり考えるとおかしい。別にどんな接触したことか言わないし、この値段で今日はなんかタパさんとかキャラさんとか堀江なんちゃさんが現在ですね、頑張って別に本人が努力、本人だけが努力ですね、やればいい話で、値段、その値段で
消費税を、実質消費税を乗せた、消費税も本当は言わなくても、消費税金かかってるから、だからしなくても、実質それで儲けが出る金額で設定して、それで売れるようなものを作ればいいだと思いますよ。うん。堀江さんだとか、タバコさん。売れないやつが悪い、稼げないやつが悪い、いろんな。輸出企業頑張りゃいいじゃない。でも実は幹部されてる。だから私の政党って非常にどれも最もなんですけど、だから消費税廃止を歌う、令和新選組を歌ってますけど、多分元も声高に歌ってるメンバーなんですけど、まず消費税廃止を歌うみたいな。で、その還付金というものをなくしてからじゃないと、今の動画でも言ったように、還付金がなくなると、消費税廃止することで、消費税があっても還付金が出てこないっていう状況にまずしないと、ここから、一緒に皆さんと、どうしても伝えたら本当になくなったじゃないか。で、その分、収益減ったから、一切りはってなって、経済はダメか。まず目指すことは、そうして配置から人間を出すことになる。反復という制度からどう目指せるか。と思うんです。っていう話です。で、まあ、そこからその、選挙の話まで投げるんですよ。私もね、ここ、数十年、数十年は言い過ぎか。選挙権もではそこまで。まあ、60% は言ってないんですけど、まあ、さすがに、そうだね。まあまあ、少し前から選手があるんですけど、なかなかついてきたりとか、みたいな。まあ、自分一人で言ったことで、まあ、考え方としては、自民党に、要はどこかに党を勝たせるために行くんじゃなくて、確かに自分が行ってどこかの党を入れたところで最初は自民党になるのかもしれないと思ったけど、だけどあまりにもだから自分で失望してですね、民主党が頑張ってたら軍と自民党したので僕なんかもできないいいであるとか言えばね、それは半分なんですよ。まあ正直、ずっと自民党が好きほどやってても、だから、自分の給料が少ないわけで、少なくなったわけで、時に民主党がやるから、それでどうなったわけで、あれは他の学生の声だったんですよ。まあ、結局誰かなんていうことですけど、ないかな。ないんですけど、あんまりの好き放題じゃないですか。見てみれば皆さん。まあ、結構そういうことかけて耐えてる人多い。岸田のおかげで、選挙に高い人が増えるんじゃないかっていう、そこだけは功績だったり、結構あったり、もし本当にそうだったらいいなと思う。次こそ、次の選挙こそ、少しでも自分を使って、今こうだった、こうだったっていうのが、こうか、こうなってるのは少しでもこうなっていければなっていう、願いが叶えばあり。この地味とここにいるのは、わからないですけど、ここじゃなくて、でもこうじゃなくて、こうなっていくと。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価。